インドゴムの木は、クワカイチジク属の常緑鉱木。別名、アッサムゴムともいい、単にゴムの木と呼ばれることもある。北西インドから、インドシナの原産。幹に傷をつけると出てくる乳液を、ゴムの原料とすることもあるが、今日の天然ゴム原料は、パラゴムの木から取られる生ゴムが中心であり、インドゴムの木は、主に観葉植物として栽培されている。 一軸属族のベンガルボ大樹の仲間の木元で成長すると樹高は30から40メートルになる。高木で稀に60メートルにも達する。ズングリとした幹は直径2メートルほどになる。多くの不定根が生え、既根、支柱根として幹を地面に固定し太く重い枝を支える働きをする。葉は厚く。 長楕円型から楕円型で光沢があり、通常は長さ20から30センチメートル幅5から15センチメートルある。若い木ほど葉は大きく、長さ45センチメートルに達することもあるが、老木ではずっと小さく普通10センチメートルほどである。葉は、蝶部の分裂組織において成長する間は、幼少と呼ばれる赤い鞘状のものに包まれており、成熟して、 葉が広がるとともに、幼少は取れて落ちる。他の一軸属の植物と同様に、花が受粉するには強制関係にある特定種の一軸小鉢を必要とする。この強制関係のために、インドゴムの木は、他の媒介者を引き寄せる必要がなく、鮮やかな色彩や方向のある花を作らない。果実は、黄緑色で、長さ一センチメートルほどの小さな楕円型で、 食用には適さない。種子には、一軸く小鉢が入っていることがある。観葉植物としての利用、インドゴムの木は、観賞用植物として、温暖地では、古外で、寒藝地では、室内用植物として、世界中で栽培されている。多くの園芸品種があり、新芽が赤いもの、葉が、不入りのもの、葉に、赤黒みがあるものなどがある。日光を好むが、高温は好まない。 乾燥に強いが、熱帯に近い湿潤な条件で、よく生育する。栽培されているものの多くは、木や高取り法などの無償生殖によって生産されたもので、ある。高取り法でインドゴムの木を増やす際は、茎に切り込みを入れ、乳液が染み出した傷口を発根ホルモンと湿らせた、水苔と、でしっかりと覆う。全体をビニールなどで包み数ヶ月放置しておくと、根が生えてくるので、 幹から切り取り鉢に植え付ける。インドゴムの木は、かつて天然ゴムの原料とするために栽培されたが、より生産効率面で優れる東大草科のパラゴムの木にとって変わられている。日当たりを好む性質で、屋内の窓際などに置かれるが、夏場の強い日差しに当たると早けを起こす場合もある。春から秋にかけて、氷度が乾く、都度たくさんの水やりと、1ヶ月を規程度に施肥を行う。 冬は乾燥気味に管理するが乾燥しすぎないように注意を要する。園芸品種、デコラ、トリカラーなどは寒さに弱く冬越しでも摂氏10度以上は保った方が良いと言われている。ありがとうございます。